はは、い、こんにちはレトスノーンです今回なんですけども定期贈与契約民法552条について解説いたしますもうこれは非常に簡単な内容なんで、まあ、さらっとですね動画見ていただければと思いますまず定期贈与ってどういった贈与なのかというと 一定期間一定の財産を贈与すること、まあ、これが定期贈与なんですねでちょっと分かりづらいので具体例を出すとすごく分かりやすいです例えば4年間毎月5万円を贈与するこういった契約、まあ、これが定期贈与なんですね例えば親が、えー、大学生の息子に対して毎月5万円を、まあ、大学にいる4年間、えー、贈与するよと 約束した場合、まあ、その贈与っていうのは定期贈与なんですね一定期間定められた期間一定期間4年間ですね毎月一定の財産を贈与していくよ毎月5万円を贈与していくよっていうのが定期贈与ですでこれについてはルールがあって贈与者または受贈者が死亡した時効力がなくなりますよげる側が死亡した場合、 定期贈与契約はもう効力なくなくります。またもらう側が死亡した場合も同じく定期贈与契約の効力はなくなっちゃいますよっていうルールになってるんですねこれ言い換えると相続されないっていう話なんですよちょっと今の,あの息子が大学に入って息子に対して仕送りをするっていう事例だとちょっと分かりづらいんですけども例えば私があなたに対して4年間毎月5万円を贈与するよっていう契約を締結したとします で贈与者である私が死亡してしまったといった場合私の相続人があなたに対して贈与を行っていく義務これはないですよっていう話なんですねこの贈与契約の効力は失うわけですよね贈与者である私が死亡したのであればこの効力を失うわけだから私の相続人はあなたに対してこの5万円を贈与するっていう義務は負いませんよっていう話です また逆に、受贈者であるあなたが死亡した場合も同様に、あなたの相続人っていうのは、贈与を受ける権利はなくなっちゃいますよっていう話ですね。この定期贈与契約の効力がなくなるということは、贈与を受ける権利もなくなるわけだから、相続人はこれ、相続しませんよという話です。まあ、ここまで理解できていれば、もう十分です。 内容的にはそれほど難しくないので、まあ、少し復習していただければ頭に入るんじゃなないいのかなと思います今回なんですけれども6月からの勉強法その1ということで今回は教材どのような教材を使ったらいいのかまたどのような意識で勉強していったらいいのかで実際どのような行動をとっていったらいいのかっていう3つに絞って解説していこうと思います。 まあ個別具体的な解説っていうのは、まあ、ちょっとするんですけれどもちょっと抽象的な話になってしまいますただすごく重要な内容なんですねで実際私は一つ一つの問題に対して、えー、解説したりとかしているんですけれども、まあ、結局それを一つ一つ潰していく っていうのって、まあ、正直時間かかるわけですし、またそれを動画で見て勉強するってすごく非効率なんですよね。それをあなた自身が自分自身でできるようになったら、私の動画も見る必要ないわけですよ。で、そうするとすごくどん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 効率よく勉強を進めていくことができるんですね。なので、そういった意味ではすごく有益な動画だと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。で、まずなんですけれども、まあ、教材ですね。まあ、どのような教材使っていったらいいのかというと。 これはもう問題集。基本的には問題集を中心に勉強していって、わからない部分を参考書とかで調べるというふうに、問題集を中心に勉強はしていってください。まあ多くの方がですね、じゃあこれから勉強始めようってなった時に、参考書、いわゆるテキストから読み始めるんですよ。で、そうなってくると、もう正直時間がないんですね。間に合わないです。なので、効率よく勉強していくためには、問題を見ながら、 参考書で確認をしていくみたいな感じで進めていく方がもう効率的なんですねぜひそのやり方で進めていきましょうじゃあどんな問題集がいいのかって話なんですけども、まあ、できるだけ解説が詳しい問題集使った方がいいです、まあ、どこの教材とは言わないんですけれども解説がすごく薄いものってあるんですよでそういう教材だと結局はもう丸暗記学習になっちゃうんですね 後でもお伝えするんですけども丸暗記で勉強して合格できる資格じゃないんですね丸暗記している方っていうのは過去問とか予想模試の点数は上がってきます八割以上取れるようになるでしょうでも実際本試験になった時、まあ、合格点から一問二問落としてしまって不合格みたいな感じになっちゃうんですねでその原因っていうのはもうやっぱり日頃の勉強の仕方が悪かったつまり丸暗記で勉強してきた これが原因なんですよこれが治らないともういつまでたっても落ち続ける勉強しても実力が上がらないってなっちゃうんですねただ今言ったように勉強すれば過去問の点数は上がる模試の点数は上がるだから実力がついているっていうふうに錯覚しちゃうんですねここが厄介なんですよ自分自身をちゃんと見れないんですよねもう大丈夫だろう合格できるだろうって思っちゃうなので過去問の点数とか 予想模試の点数ではあまり判断をしない方がいいですそれよりも自分自身がどんな勉強をしてきたのかここを確認した方がいいですそうすれば合格できるかできないかっていうのはあとはもう勉強量にかかってくるんですよ勉強のやり方が正しくてでさらに勉強量をこなしていれば合格ってできるんですねつまり勉強の質と勉強の量これを同時に上げることができれば合格はできますなのでそこを見てほしいんですね まあ、勉強量っていうのはもう簡単です。まあ、最低でも過去問10年分はやりましょう。まあ、その他予想もしもできるだけたくさんやっていく。で、問題なのは勉強の質なんですよ。で、この勉強の質が今お話ししている内容になってくるんですね。で、教材は今言ったようにできるだけ解説が細かい問題集を使いましょう。で、その教材を使って勉強するにあたっての意識なんですけれども、意識の持ち方ですね。それって 理解しているかっていうものを自分自身でやっぱ問いかけてほしいんですで、まあ、これもねちょっと難しい話になるんですけども過去問を分析して丸丸暗暗記記でででいいいいものはもう丸暗記でいいんですこの理解すべき方理解すべき問題は理解してほしいんですねなのでこの区別をつけていかないといけないっていうのがもうちょっと難しい作業になってくるんですけどもすごくわかりやすい具体例で言うともう数字関係例えば何週間以内にとか あと罰金何百万円とか、まあ、そういった数字に関する内容についてはもうこれはもう丸暗記で問題ございません丸暗記するにあたって語呂合わせを使ってもいいですしもうそのまま何かも復習して丸暗記でも全然問題ございませんで一方で理解すべき部分これを丸暗記でやっちゃうと実力が上がりませんよ本試験で、えー、合格点取るのが難しくなりますよっていう話ですでなぜかというと本試験ってやっぱり緊張するんですよ もう公開模試とかありますよね公開模試とかの緊張のレベルとはもう全く違うんです本試験って私はこれまで、えー、いわゆる本試験たくさん受けてきました高校受験大学受験その他資格の試験もうちょっと数え切れないぐらい受けてきたんですけどもそれでも慣れないんですよ本試験の時ってやっぱり緊張します試験会場に着いてから私はいつも3回お手洗い行くんですねもうそれぐらいいつも緊張しちゃうんです なので、本試験の時って、もう丸暗記した内容って意外と忘れちゃうんですよ。頭が真っ白になっちゃうんですね。でも一方で理解している部分っていうのは、問題文から答えを自分自身で導けるので、点数取れるんですよ。知ってるか知らないかの問題じゃなくて、もう問題文がヒントになってるんですね。その問題文を見て、あ、こうこうこうだからこうだ。あ、だから答えこうだ。みたいな感じで自分自身で答えを導けるんで、点数取りやすいんです。 こういった勉強をしていると、一回で大体の資格って合格できるんですよ。なので理解をしてくださいっていうふうにお伝えをしているんですね。ちょっと一つ具体例を出すと、こちらの図を見ていただきたいんですが、まあ、A さんが未成年者の人と土地の売買契約を締結しました。売り主は未成年者です。この土地の売り主は未成年者です。で、こういった問題が出た時に、えー、たまに考える人がいるんですけども、 そもそも未成年者がこの土地持ってるってどういう状況って思う方いるんですよでもそれって考えなくてもいいです問題文にそういう状況だって書いてあるんならもうそういう状況があるってもう思ってください実際弊社の個別指導の受講算でもやっぱこういう質問ってあるんですね実際こういうことあるんですかまああるんですけども実際本試験で出る内容ってあまりない事例が多いんです なぜかというと実際にある事例よく頻繁にある事例を問題で出してしまったらもう感覚で解けちゃうんですよつまり法律知識が頭に入っていなくても常識的に考えてこうだよねって答え導けちゃうんですよでもそれって試験をやる意味がなないいじゃないですかだから実際ではあまりないような事例を出してくるんですだ今回もそうなんですよね、まあ、実際どういっっったた事例があるかって言ったら 未成年者の親が亡くなっちゃって相続したっていう場合ですよ。まあそういう場合はあるんですけども、まあとりあえずそういうことは考えなくて、まずはもう未成年者が土地持ってて、それを A さんと売買契約をして売ったんだと。まあこういった事例を考えましょう。A さんは未成年者に対して催告をしました。売買契約を締結した後に引き渡してくれませんかもう代金用意できてますんで引き渡してくれませんか催告をしました。でも、この未成年者、 格闘しませんつまり未成年者はこの土地引き渡しますよとか何も言ってこないとこのような場合どうなりますかっていう問題が出るんですね今言った内容は私がちょっと言葉で言ってるのでそれがそのまま問題文で出てくるわけじゃないんですけども、まあ、こういった事例の問題が出てくるんですねじゃあこの場合どうなりますかこれっていうのは西国自体無効になるんで,す、ね、でそれはなぜなのかっていう話なんです この理由が頭に入っていると、関連ポイントも一緒に頭に入れることができて非常に効率的になるんですね。まあ、今回ここ未成年者にしているんですけども、例えば成年非公権人の場合もあれば、非補佐人とか非補助人の場合もあるんですよ。今言った4つのパターン、これはもう退治して一緒に頭に入れていただきたいんですけども、まあ、今回はちょっと時間の関係もあるので未成年者のところだけお伝えすると、未成年者っていうのはこういった採刻を受ける権利自体がないんですね。 なので、催告自体無効ってなるんです。だから、格闘しなかったとしても、後でまだ取り消しはできるよっていう話なんです。で、関連ポイントで言えば、これ、青年非貢献人であってもルールは一緒なんですね。なので、ここが未成年者であろうが、青年非貢献人であろうが結論は一緒なんだ。催告自体無効なんだ。これはもう一緒に頭に入れれますよね。で、その理由は、催告を受ける権利がそもそもないからって話なんです。 となってくるとじゃあ非補佐人人とか非補助のの場合はどうなのってなっっててくるわけですよね。でまあ、今回はちょっとそっちは省略するんですけどもそういったものも一緒に頭に入れていく理解をしていくとすごく今話した内容っていうものが整理されて頭に残るんですよ実際今言ったのは4つですよね未成年者成年非後見人非補佐人非補助人で4人ですよねで今最国はこの人たち制限行為能力者4人に対して 告した場合なんですけどもじゃあ法廷代理人に対して西国した場合どうなるのかこういったものも一緒に勉強できるそうすると一緒に関連ポイントを頭に入れることができるので非常に効率的じゃないですかこういった勉強をしていただきたいんですねそれができれば合格できるので是非調べながら行いましょうでその次今の話は理解しているかどうか理解できなかった場合は理解しましょうっていう話なんですけれども ちゃんとと行動に移さないといけないいいけつまり調べなきゃいけないわけですよ。おそらく今話した内容ってお持ちの参考書とかの解説だったりとかには載ってないと思うんですよね。そうなってくると調べなきゃいけない。今話したのは民法の話なんで民法の専門書を使いながら勉強していく。もしくは弁護士さんとか法律事務所のサイトとかで調べながら勉強していくっていうのがいいと思います。まあ、それややななないいっっぱり理解ってなかなか難しいんで ぜひ行ってみてください。ただ一方で、じゃあ自分自身で、じゃあそもそも何を理解しなきゃいけないのかわからない。また、どれくらいの深さまで理解しないといけないのかわからない。やっぱ深さもあるんですよ。司法試験とか、司法書士試験とか、そういうレベルの勉強まではしなくてもいいんですよね。そこまでになってくるとやっぱりより深く理解しなきゃいけないんですけども、まあ、そこまでの深さって必要ないんですよ。その深さがわからない。 だったりとかまた何を理解したらいいのかわからないどこで調べたらいいのかわからないそういった方もいると思うんですねで、そういった方はぜひ今開講しているえ短期集中実学アップ講座ご検討いただければと思います短期講座には理解すべき部分が弊社の問題集の解説部分に載っているのでもうそれをそのまま頭に入れていただければ必然と理解学習ができるんですね また分からない部分あったら直接ご質問いただければ解説させていただきますまた質問回数も今回は無制限とさせていただきましたなんで分からない部分あったらいつでもお気軽にご質問いただけますなんで試験日までの残りの期間勉強法が確立していない今の勉強法で大丈夫か不安だというのであればぜひ短期講座ご検討いただければと思います短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからご確認いただければと思います その他短期講座についてご質問ございましたら直接メールしていただいてもいいですしまたこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますんでそちらからお問い合わせいただいても大丈夫ですまだ今からであればあなたに今年合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう